赤チャンネル、青チャンネル、黄チャンネル。今日は青チャンネルです。本日はですね、もうずっとちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいって言いまくってた質問コーナーの方をやっていきたいと思います。で、今回めちゃめちゃそう大量に皆さん質問の方をくれたので、その中から激戦して100の質問に答えていきたいと思います。では、さあ、行くぞ。今日は何チャンネルですか？青チャンネルです。このままできたら竹の英才教育をしますか？やりたいって言ったらやらせます。竹当てて気まずい時教えてください。練習でこっちのミスが多くなっちゃった時。青チャンネルですか？青チャンネルなんですか？青チャンネルなんですか？青チャンネルか青チャンネル。用具のこだわりは何ですか？フィーリング。あとコントロールは重視したい。もしかしたら答えてるかもしれないんですけど、竹歴何年ですか？青ちゃんの YouTube いつも見てて本当に大好きです。大ファンです。え、ありがとうございます。社会人何年目だ今私。11年だってやば。あとどうやったらそんなに体が柔らかくなりますか？青チャンネルさんが3分の2ぐらいしか足が開かないので羨ましいです。毎日ストレッチするのが大事です。そしたら絶対開くようになります。座右の銘は何ですか？人生無駄なことなんて一つもない。卓球やってて一番楽しいと感じる時はどんな時ですか？試合で自分がノリノリな時が一番楽しい。ライブ安定させるコツはありますか？青チャンネルさんにも教えてもらいたい。しっかり球に合わせて動く。スマホとかでゲームはしますか？ああ、私一時期ドラゴンボールのドッカンバトルやってました。ゴジータをどうしても引きたくてめっちゃ課金してた記憶があります。栄養士になったきっかけと現在も栄養士としてお仕事しているのか聞きたいです。と、栄養士になったきっかけは食べるのが好きだったのと料理が好きだったのと若干病弱だったからです。で、今は栄養士はやってないです。もしコラボできるとしたら誰とコラボしたいですか？回答よろしくお願いします。筋肉 YouTuber のプロタンさんと卓球してみたいです。ブフブフ。お気に入りのラバーの厚さは何ミリですか？ 2.1 1ミリかな。家族構成教えてください。お父さん、お母さん、お姉ちゃん、私、弟、妹。お姉さんに電話して。お姉ちゃんでっかな。出ませんでした。僕に一言、チャンネル登録よろしく。僕に一言お願いします。チャンネル登録よろしく。あおちゃんって高吉さんと付き合ってますか？付き合ってないです。今高吉さんのことどう思ってますか？仲良しなお友達。竹以外に趣味と特技ありますか？お料理が好きです。好きな曲は何ですか？ミスチルのシーソーゲームにハマりました。ユニフォームで外乱したことありますか？あります。裸眼ですかコンタクトですか？裸眼です。またメガネを持っていたらメガネをかけた姿を見てみたいです。お、あ、すごいメガネ。お、どうですかどうですか。こういう子いそう、文系に。最近のマイブームは何ですか？ YouTube 鑑賞でカフェ巡り Vlog みたいなやつ見てます。車の免許持っていますか？オートマですか？車の免許持ってません。竹井さんといつ結婚するんですか？まださ、付き合ってもないからさ。一層相手にするときに考えていることってありますか？私が苦手だったことを相手にやるようにしてます。サティアを書いてほしい。サティアさん書けっかな。書けました。せーの、じゃん、サティオさん。憧れの卓球選手は誰ですか？伊藤美誠選手。本気で怒ったことはないよね？いや、あります。多分私本気で怒ると泣いちゃうタイプです。使用用語を教えてほしいです。ルベッソンと MXP とバックガーアタックエイトの極薄です。質問ではないけど、動画で見る青ちゃんの笑顔が本当に素敵。ありがとうございます。翔さんもめちゃ素敵です。半熟卵を作りたいです。何分茹でればちょうどよくなりますか？グツグツ沸いた熱湯に冷蔵庫から出したての卵を突っ込んで7分半ぐらいがちょうどいいと思います。結婚してる、もしくは何歳までに結婚したい？結婚はしてないです、ほら。30ぐらいまでにしたいなって思ってます。初心者はまずどんな練習から始めるのがおすすめですか？卓球練習やってコートにボールが入るようになってきたらつなぐ練習してみてください。デスカットできますか？できないですね。小6の息子と YouTube いつも見てます。ジュニアに指導したり練習試合する試合動画撮る予定とかないですか？指導するのはちょっと自信ないんですけど、練習試合とかはしてみたいです。いつも用具はどこで購入されてますか？卓球ショップか通販です。卓球は中学でやっていたものです。いつも青ちゃんで見させていただいてます。ありがとうございます。質問です。青ちゃんの髪の毛がめっちゃサラサラで羨ましいと思ってるんですが、髪はどのように手入れしてますか？他にも使ってるシャンプーなど教えていただきたいです。そう、私髪の毛とか一回も染めたことなくて、使ってるシャンプーはこれです。あとドライヤー乾かすとき乾かしすぎないようにしてます。
ラバーの色が増えることについてレビューしてみて、おしゃれになるのはとってもいいと思いますが、在庫管理大丈夫ですかって感じです。竹橋は何日やってるんですか？練習1、試合があれば試合1と撮影って感じです。大学から卓球始めようかと思ってるんですけど、頑張りは経験者の人たちとまともに戦えるようになりますか？部活でやってました、今趣味でやってますぐらいの子たちと同じぐらいになるのは可能なんじゃないかなって思います。頑張ってください。格上と戦うときに意識していることは何ですか？負けてもいいから思いっきりやるぜっていう気持ち。好きなレストランはサイゼリヤ。なんでいつも同じ服なんですか？視聴者さんに覚えてもらうために毎回同じ服をチョイスしてます。一番好きなコンビニは何ですか？そう、前までちょっとローソンだったけど、最近やっぱセブンに戻りました。手料理食べたいんですけど、どこに行けば食べれますか？いつかお店開いたら来てください。こちょこちょ弱いですか？弱いですていうか、もうすぐ笑っちゃうからさ。筋トレはしていますか？最近はサボりまくって全くしてないです。ジェニーの竹雄です。いつも見てます。青ちゃんが着てる水色のユニフォームって自分で作ったんですか？これはクローニーさんっていうチームでみんなが使ってるチームユニフォームなので、自分で作ったわけじゃないです。青ちゃんの卓球練習メニュー、私も青ちゃんぐらい上手くなりたいな。いや、もう全然簡単ですよ、私ぐらいになる。シオさんに教えてもらった卓球練習、あれをやるとめっちゃ足動くようになります。だからおすすめです。給食料理の動画好きなのでまた上げてほしいです。いつも応援します。ありがとうございます。ちょっと給食のリクエスト待ってますので皆さんコメントください。もともとコーディング方でずっとやりたかったんですが、塊の代わりを持ったことがあって途中から変なプレイになってしまった自分がいたので決まりました。私はもともとペンツブちゃんだったんですけど、本当はシェイクのめっちゃピーポーピーポーなんだ。そう、本当はシェイクの裏裏で最初からやってたかった。パオちゃんの得意料理は何ですか？カレーとても上手だったので餃子です。たくきさんの面白いところを10個お願いします。面白いところはね、寿司屋で鉄火巻きばっかり食べる。なんだろう、ラムネばっか食べる。いくらお酒飲んでもくたばらない。なんかちくわってよく言うところ。フットワークの時に後ろのピヨコがめっちゃこうなるところが面白い。あと猫の鳴き声するところ、あと笑う時にさ、こうやってやる。面白い。そう、めっちゃ真面目な人かなって思ったけど、意外と普通にギャルとかいうところのギャップ。とチャリこぐのめっちゃ速い。鬼のようなスピードだから。あといっぱい食べる。単純に青ちゃんの好きなスイーツは何？お団子かチーズケーキ。お手頃価格でおすすめのラバーとかあったら紹介お願いします。ロゼナかな。青ちゃんの好きな和食、あと青ちゃんのラケットをサイン付きでください。私とろろご飯。ちょっと考えておきます。青ちゃんの長所と短所教えてほしいです。長所はツボが浅いところ、なんかすぐ笑えるところ。短所は超優柔不断なところ。本当にマジでもう自分でもイライラするんだけど、マジで超優柔不断なところ。青ちゃんの好きな楽器は何ですか？カスタネット。お兄ちゃんの好きなところを教えてください。優しいね、とっても優しい。学院さんの第一印象はどんな感じでしたか？超真面目そうな人だと思ってました。おチャンネル派やってほしいです。コロナが落ち着いたらやりたいです。学生時代に卓球を利用したミニゲーム的なのってやってましたか？やったかな。なんか負けた方がジュースおごりとかやってました。好きな卓球の技術は何ですか？できることなら青パンチ。好きなアニメ5選教えてください。エヴァンゲリオン、魔法少女マドカマギカ、ドラゴンボールも好きだし、メジャーとかも好き、カイジとかも。で、最近リゼロを見始めました。ゴリラ、今一番欲しいものは何ですか？もっと撮影できる環境にしたい、部屋とかを。めっちゃ間違いだけど好きなクワガタが知りたい。普通のクワガタがいいです。寝る前になかったら困るものを教えてください。携帯かな。青ちゃんの好きな場所教えてください。最近鎌倉に行きたい。メイクってどんなもの使ってますか？あと青ちゃんの好きな色、やっぱ青ですか？そうね、好きな色はそうですね、青が好き。好きな男性の髪型ありますか？短髪がいいな。一番幸せな時はいつ？もうご飯食べてる時。人生で一番恥ずかしかったことは？一番かわかんないけど、新卒の内定式の時に、私いつもスーツパンツなんですよ。パンツ履いてて、で座ったら社会の窓が全開。記憶があります。そう、恥ずかしかった。辛いもの好きですか？好きです、辛いの。卓球をしている時の苦手なところの場所は？私バックロングですね。得意教科は何でしたか？意外と体育得意でした。武勇伝を語ってください。ちっちゃい頃にお姉ちゃんのゲームを内緒でやってたんですよ。で、牧場物語ってやつがあって、お姉ちゃんが毎日毎日頑張って育てた
あの牛さんとか鶏を間違えて全滅させちゃって次の日めちゃくちゃ怒られたっていう話。ぶっちゃけると何カップですか？私はスーパーカップです。あおちゃんが好きな自分の動画ってありますか？でも私あの恋愛あるあるとか結構好きでしたあとあの最近のショート動画の小物ネタも結構好きです納豆好きですか？食べられないです。唐揚げ棒カットしたらどこで買いますか？私はセブンでやります。うん、セブンイレブンで買うけどセブンのやつなくなっちゃう。苦手なサーブは何ですか？巻き込みサーブ。 YouTube のチャンネル登録者の目標は何人ですか？10万人いきたい絶対選んでください。選びました。一番苦手な線形を教えてください。答えてくれたら僕がその線形になるので。言いましたね。カットマンですあおちゃんのオフィシャルグッズありますか？私そうライブ配信でたまに言ってるんですけど5万人行ったらちょっと T シャツとか作りたいと思っております。学生時代のあだ名とか知りたいです。私はチンさんでした泳げますか？もし泳げたら得意な泳ぎ方教えてほしいです。泳げません。用具の選び方はどうしてますか？なんだこれいいんじゃないって勧められたやつを使ってます。あ行の予測変換さらしてください。ありがとう。今裏はえお願い。つなげるとありがとう今裏はえお願いです。ラジボールやったことありますか？ちゃんとしたラジボールはないですゆうじくんにアポなし電話めっちゃ緊張するね。もし、おはようございます。はい、おはよう。おはようございます。すいません電話しちゃって。はいはい、どうした？あの質問コーナーのリクエストで、うん、ゆうじくんにアポなし電話があったので、はい、アポなし電話しましたなるほど。え、今何、はい、企画でライブ配信とかじゃないんですけどこれから動画にしたいと思っております。はい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 、ということであのせっかくなので視聴者さんに一言お願いします。こんな急なアポなしで。いやマジすいません超無茶ぶり。相当無茶ぶりやろ視聴者さんに一言。あおちゃんは俺のものだ。イエーイありがとうございます。はい、すいません本当に無茶ぶり。これで大丈夫ですか？はい大丈夫です。助かりました。ありがとうございます。はい、はい、失礼します。はい、失礼します。カタツムリはお好き？カタツムリはちょっと苦手です。あおちゃんって彼氏いるの？いないです。彼氏歴3人。僕は誰？あなたです。タイプの人教えてください。友達みたいに話せる人。タキさんを捕獲する方法を教えてください。マンションとか買ってあげたら捕獲できるかもしれません。タキさんとどういう関係？もうなんか親友みたいに思ってます私は無人島に宅基地持っていくとしたら何何宅基地宅基地さん関係多すぎて草。いやほんとそれな以上終わり。